はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。体に悪いと思いながらやってしまうこと、お菓子を食べるとか、インスタントラーメンを食べるとか、しかも夜中に、っていうのが結構多いかもしれないね。うん。意外にさ、真面目だと思われてる人も、規則正しくね、こう、体に悪いことはしないようにするっていう人でも、まあ意外にそういうことをしてしまう。まあ、今回だけだからっていう感じでね、やってしまうことが多いのでしょうか。私なんかもう毎日やってるよ。本当に。本当はね、いけないんだけどね。うん、そう。だからダイエットしなきゃいけないとかさ、そういうので、まあお医者さんとかにね、言われて、規則正しくやりましょうねとか言われてるんだけど、結局はお菓子をね食べちゃったり、まあ、食べてもいいですよっていうのは言われるんだけど、そのお菓子のクッキーのね大きさまで指定されて、これくらいだったら、まあ、5枚ぐらいは大丈夫ですよとか、ポテトチップスの一番ちっちゃい袋のもので1日1袋だったらいいですよとか、うん、っていうのがありますよね。うん、そのライズアップとかさ、そういうのも結構、うん、あれなんかね、ライズアップもなんか最近ヤフーニュースかなんかで出てたんだけど、最近 CM とかで見ないよねっていう話が出てたんだけど、今そのシフトしたんじゃないかなと思うのは、その若い人向けももちろん今でもやってるんだろうけど、比重がその50代60代ぐらいの、その上の世代、親世代っていうのか分かんないけど、うん、60代、70代ぐらいの、まあ、現役を引退した人たちが、まあ、痩せるっていうのもあるんだけど、足腰を鍛えましょうみたいな感じで、やってるのを、そのローカルテレビなんかで30分番組でやってたりするのを見ています。松平健さんとかやってたりとかしてて、うん。で、やっぱ、それをやる前は、実年齢が、まあ60代だとして、体年齢が、まあ80代で。で、まあ半年間やりましたと。3ヶ月間やりました。そうすると、その実年齢に近づきましたねとか、60代になりましたねとか、あと、80代だったんだけど、50代になりましたとか、いいのを見て、まあ、あ、いいかもと思って入る人もいるかもしれないけど、なんかうさんくさいよなって思ってる人も中にはいると思う。ああいうのって。本当に、ね、あの数字になってんのって、やっぱ思っちゃうよね。私もその中の一人ではあるんだけど、本当かなーって思っちゃう。まあ、実際にそういう風になった人もいるんだろうけど、ちゃんとね、その食事とかもさ、写真を撮って、それを送んなきゃいけないんだよね。その、なんだっけ。トレーナーさんみたいな人に、うん、それが面倒でちょっとやりたくないなっていうのもあるんだけど、そのジムだけはやりたいけど、その管理、食事の管理っていうのは、まあ、別にいいじゃんって思って、うん、しまう方ではある。うん、その毎回毎回お昼食べるかっていうと食べない場合もあるし、
朝食べない時が多いので、うん、どうすんべっていう話になるし、まあその時によってね、やっぱ違うと思うんだけど、皆さんどうなんだろう、あの絵やってる人いるのかな。まあ私はやらないと思うけどと思います。はい、以上です。それでは皆さん、さようなら。